福島第一原子力発電所は事故の収束のめども未だ立たず、半径20キロ圏外でも、飯舘村など1市2町2村が計画的避難地域とされました。この地域の住民の皆さん、また様々な事情で20キロ圏内に留まっている方々、屋内退避地域の住民の皆さん、いずれも大変な不安と困惑を抱えておられると思います。これら地域の住民について、 被爆の状態や健康への影響などを把握し、対策を取る、その責任を持つのは、政府のどの機関になりますか。大塚厚生労働副大臣、えー、原子力災害対策特別措置法に基づいて設置された原子力災害対策本部の本部長である内閣総理大臣でございます。田村智子君。それででは逆にに責任が、ね、明確なならないと思うんですね。 あの、いろんなところに聞いたんです。そしたら内閣府に原子力被災者生活支援チームがあると。で、これは内閣府のもとに厚労省、文科省、経産省が集められている。どこが住民の健康に責任を持つのか。これやっぱはっきりさせなきゃいけないと思うんです。で、地域の住民の皆さんの健康への影響というのは、これは一年二年の問題じゃありません。 やっぱり追跡的にその状況を把握して不安が解消されるまで答えなければならないその意味では厚生労働省が積極的に役割を果たすべきだと私は考えますで放射性物質を扱う労働の現場では労働安全衛生法に基づいて規定された電離放射線障害防止規則いわゆる電離則によって個々人の放射線量を事業者が管理をし 一定の値を超えた場合、それ以上の被爆をしないよう厳格な規定が定められています。福島原発で作業に当たっている方々の被爆線量の把握と、この電離則に基づく対応が求められるのは言うまでもありませんが、周辺住民もいわば同じような状態に置かれています。地域の放射線量が日々通知をされても、自分がどれだけ放射線を浴びたかは分かりようがありません。被爆線量の積算を数値化する線量計を、 電磁則に基づく規則と一緒にですね、住民の皆さんも身につけると、これが不可欠だと思います。すでにアメリカからは3万とか、フランス、カナダ、イギリスなど海外から相当数の占領系が提供されています。国内企業にも協力を要請すれば、かなりの数は確保できるはずです。政府が何らかの指示を出している地域については、自治体とも早く協議をして、住民やその地域で働く皆さんに占領系を配布して、 身につけてもらう。うこれ必要でではないでしょうか。大大塚副大臣、えー。原発周辺で修復作業に当たる方々、あるいは周辺、えー、住民の皆様、特に避難指示が出ている20キロ圏内の住民を除きまして、20キロから30キロ圏内の屋内待機区域の住民の皆さんについては、屋内退避やあるいは自主退避等の対応によって、 まあ現時点でリスクのコントロールが図られているものというふうに考えております、まあ、このため安全性確保の観点からは、緊急時には経産省において住民の被爆放射線量の測定が行われますが、厚生労働省としても、まあ現えー、十分な関心を持って臨んでおりますが、現時点で一般の住民の皆さんに、線量計の配布までをするということは考えておりません。 なお、放射線医学総合研究所はリスク評価を適切に行う観点から被爆線量の推計のために一部の住民の皆さんに対して線量計の配布を検討しているようでありますがこれはどのような影響が出ているのかということについてのデータを安全性の確保の観点からではなく調査、研究のためにそういうことを検討しているというふうに理解をしております。 田村智子君。それではあまりに無責任だと思いますねで、住民の皆さんからも、自分がどれだけ被爆したのかわからないと、避難の必要が本当にあるのかどうか、こういう声が上がってるんです、現に、大体いい海外から何万っていう数の占領計が実際にあってですよ、それ全部福島原発の中で使うなんてことにならないじゃないですか、当然これ、住民の皆さんに配ってもらうことも想定をして、おそらく海外からも提供があるんだと思います。 で、もうあの事実上、ですね、えー、放射性物質を扱うのと、それにもう準ずるような事態になっているわけですから、これは原理則に準ずるような手立てを取るのは当然のことだと私は思います、ぜひ再考いただきたいと思います、それからですね、たとえ被爆線量が分か,分かっても、ですね、それによってどのような健康の影響が出るのか、でその場合にどう対応したらいいのか、これわからないと、こういう声も出ています、で政府が記者会見などでいろいろ言ってることを聞いても、ですね、私もよく分かりません。 で原子力保安院などが直ちに影響ないって繰り返しても、住民の皆さんの不安、払拭されるとはとても思えないわけですで。私は、原発は安全だと宣伝してきた人たちとは、一線を隠した立場で、医療的立場から不安に専門家が応えるということを求められていると思います。例えば、広島、長崎の被爆者の方々の健康状態を長年にわたって把握してきた放映権があります。 また、被爆医療に携わってきたお医者さんもいます、こういう方々の協力を得て、まさに、ね、厚生労働省の出番だと思うんです、積極的にです、ね、先ほどの被爆量をちゃんと測るということと、それからあの医療的な立場からの、えー、なんて支援というあの、そういうサジェッションですね、それぜひやっていただきたいと思いますが、いかがでしょうか大塚副大臣あの、厚生労働省が、まあ、重大な関心と責任を持って望まなくてはいけないというのは、 私ども,もそう理解をしております先ほど藤井先生からもご指摘のあった過去に、まあ、そういった担当部署があったという事実も聞かせていただきましたので、まあ、そういう部署が必要かどうかも含めて大臣ともどもしっかり考えてまいりたいと思います、まあ、さりながらあの先生方にも一つあのご理解をいただきたいのは先ほどの質疑の中でも申し上げましたがあ住民の皆さんの,そのこれまでの 行動の過去の履歴のトレース、そして各地域の待機中の線量等々、さまざまなデータをもとにです、ね、個々の住民の方がどのくらいの影響を受けたかということは、一定のルールの下で、しっかりこれから政府としてフォローをしなくてはいけないということで、関係省庁で協議をいたしております。まあ、その一方ですね あのどのくらいの染料のを浴びたら影響が出るかということについて、現時点で得られている科学的知見、科学者の皆さんが得ている科学的知見というものはあるわけでございますが、その知見についても、実は必ずしもすべての科学者の皆さんが同じことを述べておられないという非常に難しい課題であるということもあります。まあ、そうした中であの 私もこれは文献で読んだことでございますが、チェルノブイリのときにも実際にその染料を浴びて影響を受けた結果、健康被害に遭われた方ももちろんいらっしゃいましたが、その PTSD というような形で染料を浴びたことによって自分は影響を受けたんではないかという思いがいろんなことにつながったということも あったようでございます、まあ。いろいろ総合的に勘案して、住民の皆さんの不安にお応えするために、最善をこれからも尽くさせていただきたいというふうに思っております。田村智子君。大体いい推測ができるんだっていうのをおっしゃるんですけどね、例えばあの20キロ、30キロの県内の中でも、外に出て働いていらっしゃる方、実際いるわけですよ。 個々人の行動によって、全く被爆のうって変わってきてしまってですね、やっぱり事実に基づいて住民の皆さんが判断できるようにしなければならないはずなんです、だこれはぜひ検討していただきたいと思いますし、あの、やっぱり被爆の問題では、日本の医療っていうのはやっぱ先進なわけですよね。 実際、広島、長崎の,あの原爆の被爆者の皆さんをずっと見てきたお医者さんたちがいらっしゃるわけですからこれは不安を煽るというのではなくて客観的な事実を知れば逆に怖がる必要がないということもわかるでしょうし。 そういう意味では、あのよくあの積極的にですね、情報提供を厚生労働省からも行っていただきたいと思います。ちょっと平行線のようなので、またあの時は改めてこれ、お聞きをしたいと思います。今日、環境省にも来ていただいてますので、避難所の衛生環境についてお聞きいたします。え上下水道の復旧がえ、まだ時間がかかるという、こういう地域の避難所では、衛生面の対策が急がれています。 石巻の赤十字病院が、継続的に市内と周辺の避難所に入って、衛生面での調査と改善を努力しているということが報道もされていますけれども、え先週の4月10日や11日の調査でも、まだ4割の避難所に衛生上の問題があると、中には汲み取りの遅れで、仮設トイレがあふれそうになっていたと、こういう指摘もされています。で感染症が爆発的に広がる恐れがあると。 状況が改善されていない避難所への個別対策が急がれていると思いますで避難所によってはバキュームカーがいつ来るかがわからないという心配から汲み取り回数を減らそうとえ排尿しても流さないえ便は流すけれども使ったトイレットペーパーゴミ袋とそして手を洗う水も十分でないとえこのようにですね、死尿処理施設が機能していない地域 ここについては、もう国も個別につかんで、人や物資、財政的な支援を積極的に行うべきだと思いますが、いかがでしょうか。日高環境大臣政務官。お答えをさせていただきたいと思います。あの環境省におきましては、現地対策本部および県庁の方に職員をまず直接派遣をさせていただいております。これらのの職員をを通じて、被災地の状況把握を精力的に行うと いうことと同時に私自身災害廃棄物対策特別環境省の災害廃棄物対 対策特別本部長として現地調査を7回すでに行ってきたところでございます自分の目でしっかりと確かめながら県や市町村に対しまして必要な助言を適切にかつ場合によっては直接行ってきたところでございますまたあの先生ご指摘の財政面でございますけれども災害救助法に基づきまして避難所の開設期間における集団避難所等により排出された資料の収集・運搬処理に係る費用につきまして 災害廃棄物処理事業の補助対象とさせていただいておりまして、この災害廃棄物処理事業につきましては、国庫補助率のかさ上げを行うということにさせていただいております。またあの、地方負担分でございますけれども、災害廃棄物処理事業費が多額に及ぶ市町村。 におきましては、その全額を災害対策債により対処させていただきまして、その元理償還金の100%を交付税措置するということにしたところでございます、えつまり環境省のスキームで対処していただければあ、事実上、地方の負担はゼロということで、国の全面的なバックアップを責任を持ってさせていただいているということでございます。さらに、 環境省におきましては今、先生ご指摘の部分でありますけれどもお対策をしっかりと講ずるということのために被災していない自治体あるいは関係事業者団体に診療処理者の派遣を要請をしましてこれまでに80代以上が石巻市あるいは 船渡市など被災地に派遣をされたところでございますあの環境省といたしましたこれらの措置によりまして、適切な資料の収集、処理体制を確保して、避難所における良好な衛生環境を保つように、場合によっては厚生労働省さんとしっかりと連携を取りながら、先生のご指摘も踏まえて全力を尽くしてまいる所存でございます。田村智子君、はい あの、手洗いの水も十分でなくて、あの、給水車来ていても不安だと、あの、もう指の先だけちょっと洗ってるっていうような状況も、あの、お聞きをいたしましたので、ぜひ、あの、大型の、あの、給水のタンクなどもですね、あの、厚生労働省の方で、えー、個別に対策をとってほしいと思います。 で避難所の食事についてもお聞きをしたいことがあります、で避難所の食事がタンパク質や野菜が不足しがちだと、また糖尿病などに対応した食事が今後必要になるだろうと、被災地を回った医師から指摘をされています、これは二次的被害のリスクが高まっているということも言えると思うんですね。 で栄養士が避難所を回って改善を行うなどの努力も始まっていますけれどもえ国からもさらに積極的な働きかけが必要だと思います例えばですね、岩手県の大船渡市なんですけれども事実上市から確実に配られているのは1人当たり1日おにぎり3個とパン1個と救援物資の範囲内で野菜ジュースを出したり牛乳やカップ麺を出したりって事態なんですね。 で市の担当者に、私たちの,あの新聞赤旗の記者がたん取材をしたところ、ですね、今の食事はすべて救援物資だと、外注も考えているけれども、そうなると、財政サイドと話し合わなければならないっていうふうにこうおっしゃっているんですよで、これはね、大船渡市だけではないと思うんですで、災害救助法で避難所の食事提供の費用についてどうなっているか、これ、改めて簡潔にお答えいただきたいと思います。大大塚副大臣 対象になっていると思います。田村智子君。のそのとおりで、自治体負担分は事実上ないですよね、で1日1人当たり、まあ、あの目安として千十円、必要だったらそれ以上あの、ちゃんと支給されるっていうことでよろしいですよね、うなずいていただければいいんですけれども、はいで、そのことがなかなか徹底がされていないんですよ。 だから、この大船渡市もですね、ボランティアが見るに見かねて、例えば1700食の炊き出しをやっているけれども、その費用すでに500万かかっていて、これは弁護士事務所などが負担をしていて、行政からの支援が欲しいなんていう声まで上がってしまっているんです。ぜひですね、被災地の自治体大変で災害救助法のこの運用について紐解いている時間なんかないわけです。ぜひ、あの、 職員も派遣をして実務も一緒に行うぐらいのことをやって、ですねあの費用のことを心配して、栄養がね非常にこう悪いような食事が続くような事態は、これはあの一日も早く改善をしていただきたいと思います、で併せてですねこれあの首都圏の,あのいくつかの避難所でもやっぱ同じ声なんです、ある市長さんは国がどこまで見てくれるかわからない、どこまで自治体が負担するのかわからない。 こう言っていたりですね、当初食事を提供していた避難所も期間が長くなって心配して食事を打ち切ったっていう事態もあるんです。ぜひですね、これは全国どこの自治体も自治体独自の費用負担は発生しないと災害救助法をあの適用すれば、このことをですね、しっかり徹底していただきたいと、このことを要望して質問を終わります。 あの午前中、ちょっと時間がなくなってしまいまして、避難所の食事の費用負担について、これ、ご答弁をいただく時間がなくなってしまいました、えー、ぜひですね、私が先ほど紹介をした実態も踏まえまして、改めてご答弁いただきたいと思いますが、えー、副大臣、お願いします。大塚厚生労働副大臣、えー、午前中のご質問は、えー、避難所でボランティアの皆さんが炊き出しをしてくださっている事例を。 ご紹介いただいてのご質問でしたが、災害救助法の第二十三条で、えー、炊き出しや食事は災害救助法の支出の対象になっております。二十三条の第二号にあの書かれていると思います。でこのお災害救助法の対象として、えー、経費をお賄うためにはですね、あのボランティアの皆さんが自主的にやっておられる活動までは。 あの補足をしきれない面がございますので、まあ、ぜひあの、県の災害対策本部等の要請に基づいて、各避難所に入っていただいて、炊き出しをしていただいたケースにおいては、あの法的に、えー、対象になりうるものというふうに思いますので、えー、そのようにあのボランティアの皆さんにもお伝えいただければ、幸いかと考えております田村智子君。 あの自治体が行うものも被災県の県から国に請求がいって基本的に自治体の負担分はないとボランティアについても同じように県からの要請、被災県からの要請があれば費用負担は国からこうあのなされるようになるとこの仕組みがあるこれぜひあの私たちもあの大いに徹底をしていきたいと思いますこの災害救助法というのはあの日常的に使うな法律とは違うものですからやはりあの今回全国の自治体でその運用がどうなのかということでかなり疑問の声が上がっているんですね。で それはあの仮設住宅についても言えることですで避難所から仮設住宅への入居というのが一部始まっています、でこの仮設住宅は新たに作るものだけでなく既存の公営住宅 UR や公社住宅民間のアパートなども活用できると思うんですけれどもこれも確認したいと思います特に民間アパートの場合一、ね、棟まるまる借り上げが必要ではないかという疑問が自治体からも聞かれますのでこのことを含めてご答弁をお願いします。 大塚副大臣被災地におきましては、民間賃貸住宅や公営住宅、UR 賃貸住宅を活用して、災害救助法に基づく応急仮設住宅を設置した場合には、災害救助法による国庫負担の対象となります。また、この取り扱いについては、被災地でない都道府県におきましても、災害救助法が適用された市町村からの避難者のために、 民間賃貸住宅や公営住宅、UR 賃貸住宅を活用した場合にも同様に、国庫負担の対象となります。それはあの今は一棟すべて、丸々借り上げの場合はどうかという、あのごではない場合。総の指名に基づいて、発言をしてください。 田村智子君。申し訳ないです、あの、民間アパートの場合ですね、一棟全部借り上げないと仮設扱いにならないんじゃないかで、そんなことは事実上無理なんですね、空いている部屋を仮設住宅として借りるということも可能かどうかということをお聞きしたいと思います。大塚副大臣、えー、一棟まるまるでなくても対象となります。田村智子君。はい で仮設住宅とすることで入居する方には災害救助法の支援がさまざまに行われるのでぜひ、ですね、特に公営住宅なんか積極的に仮設住宅としての入居というのをあの進めるよう都道府県に、えー、働きかけていただきたいと思いますでこの入居の際なんですけれども非常にですね、自治体対応に差があるんですね例えば東京都の場合は、公、えー、営住宅に入居の際に布団やテレビ、冷蔵庫というのを、えー、支給をしました。 一方で神奈川県は県営住宅に入居した被災者が、えー、照明器具とガスコンロしかないとで中にはですね、入居できる条件、うん、その抽選に当たったとだけど、えー、何も家財道具があの揃えられないので入居できないこれがあのマスコミのも報道をされていましたでこういう事態があってはならないと思うんですぜひ、えー、ですねあの、えー、公営住宅公的住宅こう入るう時にですね、えー、生活必需品の支給 これはやるんだと、このこともあのはっきりさせていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。大大塚副大臣、えー。被災者が応急仮設住宅に入居して生活するにあたり、必要とされる設備や生活必,必需品についても、災害救助法による国庫補助の対象となります、具体的には上下水道設備、電気設備及びガス設備等の応急仮設住宅の設置に関わる費用。 避難者が応急仮設住宅において生活するにあたり必要とされる被服、寝具、その他生活必需品に関わる費用についても、民間賃貸住宅や公営住宅、UR 賃貸住宅も対象としております、えー、参考のために一点申し上げさせていただきますと、日本赤十字社が被災者への生活支援の一環として、応急仮設住宅での生活に必要となる生活家電セット、 おこれは洗濯機、冷蔵庫、テレビ、炊飯器、電子レンジ、電気ポットでございますが、この寄贈についても、民間賃貸住宅や公営住宅、UR 賃貸住宅も対象としておりますので、えー、併せて、えー、ご報告させていただきます。 田村智子君、大変ご丁寧にありがとうございます。その日赤のいわゆる家電六点セットは、あのぜひあの仮設住宅への入居でない方についてもですね、あのご協力いただけるように働きかけをお願いしたいと思います。えー、もうもう一点、あの議論になっています。仮設診療所のことについて私もお聞きをしたしいたします。被災地の当面の医療確保のために岩手県では仮設診療所の検討がもう具体的に検討始まっていると聞いています。で、この一時補正でですね、ぜひあの仮設診療所への の積極的な支援というのを国も講じてほしいと思いますし、その際にです、ね、仮設診療所というとどうしてもこう内科が中心になるんじゃないかと思われるんですけれども、あのお話をお聞きしますと、例えば入れ歯を流された方は被災地で数万人に上るのではないかと、こう医師の方からの報告もありますし、あの被災地を回った方がです、ね、震災直後、2週間入れ歯つけっぱなしの方もいたと、から食事に大変その歯の具合が悪くて支障をきたしている場合もあると。ですからあのこうしたあの 実態をよく聞いて、診療の内容についてもです、ねあの、いろいろ工夫がなされるような、そういう財政支援をお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。大大塚副大臣、えー。仮設診療所、以下の診療所と、あの今、講談ではあの歯科の診療所について、ご指摘を賜ったというふうに思っております。えー、もも、ちろん、あの,以下の診療所につきましても えー、仮設診療所は、まあ、阪神・淡路の時にも10分の10の補助率で支援を行いましたが、まあ、今回もお被災地の意向を踏まえ,踏まえて、えー、積極的な支援をお行ってまいりたいと思います、またあの、歯科につきましては、先生ご指摘のとおりでございますので、同様に対応をさせていただきたいと思っております。えー、なおあのお先立ってて歯科医師会のの幹部の皆さんが被災地にあのお入りいただいだ この歯科の仮設の診療所が必要であるということも歯科医師会として正式にまとめてご要望を賜りましたのでしっかり対応させていただきたいと思います。田村智子君 あの併設するなどのこともあのできるのではないかと思っています、でこういうあの当面の対策とともに、ですね、やはりそこで開業をしていた医療機関、開業遺産の復興というのは、これ同時並行で行われるべきだと思います、これ、前回も取り上げました、でこれ、進めるためにはですね、やっぱりあの、開業遺産を含めて、先ほどもクリニックの話がありましたけれども、被害状況がどうなのかということを独自につかむことがこれ必要だと思います。 で、実はあの阪神・淡路のときには、ですねあのけ、結果として、歯科の開業医さんというのは、復興のための支援は全く受けられなかったとっいうこともあるんですね、ですからあの、当面のことだけでなく、やっぱりその現場で第一次の医療機関として、また地域医療をこう支える開業医や診療所が復興するというためにも、ぜひその被害の状況把握を急いで取り組んでいただきたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。大大塚副大臣。 その点につきましてもあの厚生労働省自ら状況、状況情報把握をするとともにそうしたあの医師会や歯科医師会の皆さんからの情報も踏まえて情報収集したいと思いますちなみに先ほどの歯科医師会の皆さんは先だって主に岩手にお入りいただいて5地区についてご報告をいただいたんですがそのうち1地区については仮設の歯科診療所ではなくて地元のその診療所を流された 開業医の方がです、ね、もう早速に自分で再建をしたいと、だからその地区においてはその再建をサポートしてほしいという具体的なご要望も賜りました、まあ、そのように地区によって若干の差はございますが、まあ、いずれにいたしましても、一時医療圏の医療を支えている診療所、これはまあ以下しか問わずです、ね、補助率をかさ上げする等の措置を講じて、しっかり支援をしてまいりたいというふうに思っております。